さあ始まりましたバズっちゃでございます。那須高西でございますけどもね、今日はなんかすごい綺麗なのどかなところにいるんですけども、何の影響やねん何の影響を受けてそうなったんや今回は前回の認知度検証の罰ゲームということでございます。もうあったな前認知度納得いかないですね。おかしいやん、僕声かけられてましたからね。俺だってやで、俺もかけられたで。俺ほんで普通に喋ったよ。喋ってたよね、男性の方。そうやん、ね、やってたやん。だってそもそもだしほら今のもなすなかにしは持ってきたやでなすなかにしは持ってきたやで今のも人気者でしたね。人気者やねんからさ、はい、でお二人にちょっとお伝えしたいことがあって、はい、あの前回、はい、なかなか人が少なかったんで、はい、あの握手まで行った中西さんはクリアにしようかなと思って、うんうん、あらちょっと今のあらめっちゃ響いたこんなことある？こだましたねほらあらそうや、俺握手しやしたもん。あれ下でいいんですか？あなたから言ってますんですかじゃあ僕が受ける今回。そうです。よっしゃー、何するの？なすなかにしのバズっちゃ100万回再生の番組。もうあかんよ竹山、パラグライダースクールということでございまして。そう、今回の罰ゲームはパラグライダー。教えてもらうのは立山パラグライダースクールの関澤さん。 やったことないんですけどパラグライダーどんなもんでしょうか？めっちゃ怖いですよ。言うてもらえない絶対あかんよ。嘘です、ね、嘘です、嘘です。あ、今あこに飛んでます、飛んでます。 あそうほらほらあんな感じです。あれやるんですか那須くんが？嘘、あんなと高いとこから行くの？そうですね。めちゃくちゃ怖いやんうわー何握手一つでこんだけ変わんねえよなあ、握手一つでよ。いやそうやなあ。飛ぶ前にまずは練習。ここからパラグライダーに空気が入ると、はい、こう翼の形に。うわーすごい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 ね。すごい、はい、で操縦するのはこの今持っていただくんですけど、なんかこれね見たことあります、はいはいはい、これだけなんですけど、はい、これもいきなり自分でやっていただくので大丈夫ですかね。え何かを飛ばされましたか今何かを飛ばされたならやってほしいですけど、でここを最初持って走っていくとパラグライダーに空気が入って、すごい、もう今抵抗感じるもん。感じますよね、はい、ですっごい重いんですけど、はい、それが軽くなったら私が離してって言いますので、はい、俺が風を呼ぼうかな、ほんのやったらな。あ、頼む、風起こして、この最適な風を起こしてほしい、うんうん、風を吹いたってくれよ、頼むから風を吹いたってくれ、俺のいとこのために風を吹いたってくれよ、風を頼むから吹いたってくれよ。突っ込んでほしい時に寄ってくんなよ胸から走る、はい、せーの、どうぞ。はい、そうそう、気持ち前、オッケー、これもう離しちゃおうか、離しちゃおう、離す手をもうちょっと下げて、おお、走る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 、オッケー、走る走る、飛んだよ俺、すごいよ。ふわーって浮いていくの。浮いてた浮いてた、むちゃくちゃ気持ちいいね。なあ、クーッと言ってたもん、綺麗に開きましたね。バッチリです。めちゃくちゃ気持ちいいですね。いやもう本当に姿勢も良かったし、天才だと思います。うわー、めっちゃ褒めてください。才能あったよ。うわ嬉しい。もう、ということで、はい、罰ゲーム完了でございます。終わり今の。上行かしてよ。そしていよいよ那須さんは山の上へ。一方中西さんには、中西さんにはご褒美を用意しています。え、マジっすか？何？富山にある日本一のハンバーガー、やった。なんと罰ゲーム回避しただけではなくハンバーガーもいただける、最高じゃないですか。え、握手求めてきた男性呼んでください、一緒に食べたいからマジっすか？うわー嬉しいなこれ。おかしいなでも期待以上やらないといけないのでね、頑張ります。どうですか、着きましたか無事？あのね、むちゃくちゃ高いです。上だいたいどれぐらいの高さなんかな？そこは標高950m です。950m 斜面がね
すごい傾斜が急で、もう真下に見えますよ皆さんのいるところ。だいたいね、どれぐらいの高さか説明するとね、ウルトラマン太郎が53メートルなんですよ。だからそれ相当高いよ。そっちで受けるためにいらんこと言うな。受けてます、こちら受けてますよ。こちらはもう受けてないですよ。じゃあもう出発しますね。いよいよ行きますか。じゃあちょっと気をつけてね、楽しんでください。それでは行きたいと思います。ちょっとドキドキですか。もうここに上がってくるとやっぱ相当高さを感じるんで、これはちょっと下にはなかった恐怖心はありますけどね。そして運命の時、せーの、はい、うわーすごーい、飛んでる。うわ、なにこれ。あ、でもこんな風受けるもんなんだ。これはね、前進してる。あ、前進、すげー。あ、来た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 、あれちゃいます、あれだあれだ。あ、来た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 、あ、来ました、青いパラグライダー。あれが私のいとこでございますね。私のいとこや。あちあち。気持ちいい。景色すごいです皆さん。あちあち。あいつ無視しよるな。親戚の兄ちゃん無視するあいつ。あ、結構浮き上がったりもするんだ。そうそう、上昇気流が来たりするとちょっとふわってこうなりますね。すげえ。見えてるかな。下。その頃、中西さんは、で、先ほどのご褒美です、はい、ありがとうございます、お待ちしておりました。中西さんのご褒美は富山市総川にある将軍バーガー。去年ハンバーガー日本一になったお店です。今回特別にスペシャルバーガーを作ってもらいました。オープン。じゃあ、うわー、これ分厚、顎外してから食べなあかんじゃん、こんなの。今回作ってもらったのは、その名もベーコンエッグオニオンアボカドダブルチーズバーガー。玉ねぎは淡路島産、ベーコンはイベリコ豚、パティは和牛など厳選した素材を使用している上、あえてつなぎを使わないことで肉本来の味が楽しめるんです。あー、松竹芸能にないようなオールスター感やね、これ。いただきます。無理やって、無理やって、今やばかったよ、顎これ。こっちから行こう。いただきます。んー、あー、和牛がたまりません、ジューシーやな、すべての具材がバラバラになってない、もうちょっともう一つのもう最高の味を叩き出してます。こんなことある、後ろで今罰ゲームやってるんですよ。これ何この食レポ、こんな初めてやれ、うん、おー、すごい、ここもすごい上昇気流、左にシルエットがね、へえ、上がってますね、本当。あ、外れちゃった。あ、今下がってますよね、本当に、ね、ああ、おこれまた、おすごいすごい、入った、うわうわ、すげえ、そうそう、だからこう、うわ、これ別のロケでやった方が良くなかったですか、こんな、こんなうまいの紹介するのやったら。なんか向こうどうでも良くなってきましたね。うわ、綺麗な。
関澤さん最高です。よかったです。最高、感動やな。へえ、これじゃあその上昇気流をうまく使えば本当に長い間飛ぶことができるんですね。へえ、あ、すごい一気に降りてきてるっていうのが今分かりました。へえ、うわすごっ、気持ちいい。もうちょっとでちょっと姿が確認できそうな那須くんの。あきゆき、この距離でも無視しようかな俺の声量そんなにないか。え、わあ、これ広く感じた駐車場が空の上からだと小さく感じるな。おーい、あきゆき、どうだ。いやー、あ、全然でもリラックスしてますね。気持ちよさそう。うわあ、はい、じゃあまた着陸に備えて、はい、立つ姿勢に、はい、立つ姿勢、はい、胸を前出して、胸前出して、あの地面に立ち上げて、どこに降りてくるかな。これなかなか定まらんね。歩く感じでいいですか。立っていただければ大丈夫。立つ、はい、あ、おお、くる、おお、おお、また上がった。おお、すごいよ。おかえり。すごい。うわ、上がった。また上がった。うわ、すごい。ああ、すごい。わあ。おかえり、おかえり。いや、すごいね。すごい。いや、よかった。はい。いや、ハンバーガー食うとるやないか。え、いや、ハンバーガー食うて、なんで日本一ハンバーガー、お前、日本一ハンバーガー、余暇過ごすな、下で余暇過ごすな。日本一ハンバーガー美味しいね、これ。いや、うまそうやけど、これ違うかな。うん、はい、どうぞお願いします。はい、何、はい、なすなかにし単独ライブ今じゃないやろ何告知今じゃないや。告知してもらおう思って。マジか。告知してもらおう思って。いや、感想とかじゃないの。告知や、さっき告知。なすなかにし単独ライブ、なすなかと22ファイナル、9月18日月曜午後6時から東京赤坂の草月ホールでございます。前売り4000円、ゲストは笑福亭鶴瓶師匠が出てくれます。うん、本当最高のライブになると思います。お楽しみに。来てください。来てください。それではまた。閉めたあかんやんいや、感想聞けよいや、ちょっとどうやった。むちゃくちゃ気持ちよかったわ。すごい、顔色もいいやんか、なんか満足した感じ。いやいや、本当気持ちよかった。罰じゃなかったよ。じゃあ関澤さん、まとめて、もう一回上着に行きましょうか。またやんねまたやんねや。楽しかった楽しかった